私の名前はゆかり。夫のたかしと結婚して早3年。ゆかり、もうだいぶお腹が大きくなってきたね。予定日までもう少しか。待ち遠しいな。本当に楽しみだね。そうね、いよいよ私たち親になるのね。私は現在妊娠中。これから生まれてくる息子のために夫婦一丸となってお出迎えの準備。そうだ、洗濯物を回しておくね。夕食も今日は俺が作るから、ゆかりは少し休んでいて。ありがとう、本当に助かるわ。夫は普段からとても穏やか。妊娠中で体調が優れないことの多い私を気遣い、家事や身の回りのことも進んでやってくれます。そして夫はシェフとして三つ星レストランで働く、いわゆる一流の料理人。夫が作ってくれる料理はどれも本当に美味しくて。ゆかりの旦那さん、この間雑誌に出ていたわね。いつでも一流シェフの料理が食べられるなんて羨ましすぎる。しかもかなり家庭的らしいじゃないの。自慢の夫との新婚生活、そして充実した日々、そして子供を授かった今、まさに幸せの絶頂でした。そういえば出産が終わったらゆかりは育休を取るんだったよね。さすがに働きながらっていうのは厳しいもんな。うん、そのつもりなの。もう職場にも話をつけてあるわ。就活に失敗した私は学生時代にアルバイトをしていた飲食店にそのまま契約社員として雇ってもらえることに。今では正社員として一翼を担っています。全国展開しているチェーン店のため、正社員になってからというもの、店舗の移動などもあり、責任のある立場で仕事をさせてもらえることにやりがいを感じていました。就活に失敗して飲食業界に入ったから夫と出会えたのよね。本当に人生って何があるかわからないわね。私たちの出会いは業界関係者が集まる立食パーティー。参加予定だった上司が体調を崩したため、急遽私が行くことに。正社員になったばかりの私は、この日が初めての大仕事でした。どうしよう、みんな年上っぽいし、なんだか私だけ浮いているような気がする。やっぱり私みたいな下っ端が来るなんて場違いなんじゃ。会場の外で一度立ち止まり、心の準備をする私。何かお困りですか？突然話しかけられて心臓が飛び出るほど驚く私。きっとうろうろしている私を不審に思ったのでしょう。いえ、そういうわけでもないんですが、すみません、さっきから落ち着きがなくて。そんなとんでもない。よろしければ一緒に会場に入りましょう。実は自分もこういうのは苦手なんです。ただ料理が好きなだけなもので。そう言うと彼は苦笑い。その様子を見ていると私も自然と笑みがこぼれてきました。そして私たちは一緒に会場へ。なんか緊張が解けた気がする。あの人のおかげだわ。さて初仕事だし頑張らなくっちゃ。それから私はいろいろな関係者と交流をしながら料理を楽しみました。パーティーも終盤に差し掛かった頃、少し外の空気を吸いたくなりデッキへ向かうと、思わず声を出す私。また会いましたね。パーティーは楽しめましたか？はい、おかげさまで。先ほどはありがとうございました。ところでこんなところで何をしているんですか？彼は私の方を見ると少し含み笑いをしながら、多分あなたと同じ理由ですよ。そういえばお名前伺っていませんでしたね。思い出したように慌てて名刺を取り出そうとする私を彼はそっと見守っていました。こうして私たちは知り合ったのでした。あの有名店の？すごいじゃんゆかり。そんな人と知り合いになるなんて。この間もテレビに出てたよ。っていうか全然気づかなかったの？うん、だって若そうだったし、それになんか話しやすい人だったから。それからしばらくして、彼がとても有名なシェフであることを知りました。というか、私そんなすごい人からご飯誘われているってこと？実は数日前に突然食事の誘いを受けたのです。仕事の話かもと思い行くことにしたのですが、まさか彼がこれほどの有名人だとは知らず驚く私。緊張気味に迎えた当日。あれ？どうしたの？なんか緊張してる？いや、そういうわけじゃないんですが、たかしさんとても有名な料理人さんだったんですね。ああ、それで警戒されちゃってるのかな。だったら大丈夫だよ。君のことを誘ったのは仕事とは関係なくプライベートでだから。プライベートでって？動揺を隠しきれない私は彼に連れられ、到着したのはまさに隠れ家という感じのこじゃれたバー。うわー、素敵。そうだろう。ここお酒も料理も美味しくてお気に入りなんだ。彼の優美な雰囲気に飲まれながら、いつの間にか緊張も解け、楽しく過ごしました。それから私たちはよく会うようになり、数ヶ月後には交際、そして結婚することになり、今に至ります。早く母さんに孫の顔を見せてあげたいな。そうね。うちの親もかなり楽しみにしているみたいで、最近しょっちゅう連絡が来るのよ。私たちは顔を見合わせて笑いました。そして数日後、いよいよ陣痛が始まったのです。病院に集まる両家の親たち。ゆかり。そして夫も大事な仕事を投げ出してすぐに病院に来てくれました。ずっと隣で手を握ってくれる夫。数時間後、元気な産声とともに息子が生まれました。よく頑張ったね。本当にありがとう。私たちは息子をリクと名付けました。夫は感動して泣きながら息子の誕生を喜び、もちろん両家の親たちも喜びの声を上げました。子供が生まれて、これからますます楽しいことがたくさんあるでしょうね。本当に幸せ。そして数週間後、経過も順調で予定通り息子と一緒に退院して家に戻れることに。久々に帰ってきたけれど、やっぱり家は落ち着くわね。この子も気に入ってくれるといいんだけど。そうだね。これからは3人暮らしか。家族が増えるっていいね。今思えば、たわいのない話をしながら家族で過ごす時間はとても貴重でした。この時はまだ幸せな生活が徐々に崩れ始めていたことを知る由もなかったのです。たかし、おかえりなさい。今日も遅くまでお疲れ様。最近仕事が忙しいみたいね。ただいま。そうなんだよ。なんか最近マスコミの仕事とかも増えてきていてね。そっか、あまり無理しないでね。そういえば今日、私が笑ったらリクが笑い返してくれたのよ。もう表情がわかるみたいなの。子育てをしている親にとって、毎日のほんの少しの成長が新鮮なのは言うまでもありません。しかし、夫は仕事の資料を見ながら、そうなんだ、よかったじゃん。それだけ言うとパソコンを開き始めました。まるで人事みたいな態度。なんだか全然リクのことに興味がないみたい。仕事が忙しいからだと初めのうちは軽く考えていたのですが。ただいま。おかえりなさい。お仕事お疲れ様。今日ね、リクが熱を出したのよ。私焦っちゃってすぐ病院に行ったんだけどね。ただの風邪だったみたい。なら大丈夫そうだね。風呂入ってくるわ。え、ごめん。さっきから目が離せなくて、まだ沸かせていないからやってもらえると助かる。一日中息子につきっきりだった私。しかし夫の次の一言は辛辣でした。どうして俺がやらなきゃならないんだよ。ゆかりは育休でずっと家にいるじゃないか。少しくらい時間を作ることできるだろう。りくは大したことなかったんでしょ。でも大変だったのよ。お前さ、自分がちゃんと家のことやらないのをりくのせいにするなよ。そんなの母親失格だと思うけど。そんな。夫はそう言うと不機嫌そうにお風呂場へ。夫のぶしつけな言葉に私は落ち込みましたが、くよくよしてばかりじゃダメよね。しっかりしなきゃ。家族で楽しい時間を作れるようにもっと頑張ろう。そう強く決めて日々努力を重ねることに。しかしそんな私の気持ちとは裏腹に、夫は徐々に家を空けることが増えていったのです。ゆかり、明日から出張になったから。今まで出張なんて一度もなかったのに。そうなんだ。最近なかなか家族で過ごせる時間が少ないわよね。私は特に文句を言うつもりもなく、思ったことを自然と口に出していました。夫はそんな私の言葉が勘に触ったようで、なんだよ、仕事だから仕方ないだろ。育休を取っているお前に何がわかるんだ。だいたい出産が終わっても家事もろくにしないじゃないか。そんな状態で子育てできると思ってるの？早口で言う夫。え、そんな風に思っていたなんて。怒りよりショックの方が大きかったのを覚えています。そんな文句のつもりじゃなかったんだけれど、不快に感じたならごめんなさい。ただ家族3人で過ごす時間がもう少しあったらなって思って。だから仕事が忙しいって言ってるだろ。そう言うと夫はそのまま寝室へ行ってしまいました。大きな声に驚いたのか、眠っていた息子が泣き出します。ごめんね。よしよし、大丈夫よ。泣き止まない息子をあやしていると、うるさいんだよ。お前母親だろ。なんで泣き止ませることもできないんだ。俺が見てないところで育児もサボってるんじゃないのか。再びリビングへやってきた夫はそれだけ言うと立ち去ろうとします。大声出さないで、リクが怖がるわ。足を止め振り向いた夫は私をにらみつけると、はあ？だったら早く泣き止ませろよ。俺は仕事をして疲れてるのに、これじゃろくに休めないだろ。家になかなかいないのも居心地が悪いからだよ。もう出ていくから。夫はものすごい剣幕で私に言いました。ちょっと待って。それから大きな音を立てて玄関のドアを閉める夫。息子の泣き声だけが響き、私は大きく肩を落としました。それから数ヶ月、夫が家にいる時間は相変わらず短く、話す機会もあまりありません。たかし、家族のことに無関心みたいね。もう離婚しようかしら。そんなことが頭をよぎり始めていた頃、突然ある日を境に夫が家にいる時間が大幅に増えたのです。たかし、最近家にいる時間が増えたわね。嬉しいわ。だってお前、この前言っていたじゃないか。家族で過ごす時間が欲しいって。息子を抱きながらふてくされたような態度で夫は言いました。あんな態度だけど、夫は夫なりに考え直してくれたのかしら。最近りくの面倒もよく見てくれているし、もしかしたらまだやり直せるかも。しかし次に夫の口をついたのは、そんな私の期待を裏切る言葉でした。何嬉しそうにしてるんだよ。だいたいお前のためじゃなくてりくのためだからな。勘違いしないでくれる？お前と結婚したのだってただ親に早く孫を見せてやりたかったからだ。子供がいなければ寄生虫とは別れてるからな。私の顔を見ると鼻で笑う夫。寄生虫ってやっぱり絶対に許せない。ついに堪忍袋の緒が切れ、私の中で何かがプツリと切れた音がしました。知ってるよ。だって。え？様子のおかしい私にポカンとする夫を置き去りにし、私は自分の部屋へ。そしてしばらくするとリビングへ戻り、ほら、これあげるわ。私は何枚かの写真をテーブルに広げました。なんだよこれ。夫はみるみる青ざめていきました。それは夫の浮気現場を捉えた写真だったのです。あら、知らなかった？浮気相手との行きつけのお店、私の友達が経営しているのよ。そう、それは数ヶ月前のこと。少し前に職場を辞めて自分のお店を持つことになった友人と会うことに。久しぶりね。元気にしてる？リークくんかわいいわね。本当に子供の成長は早いわ。毎日驚きの連続よ。そういえばお店の経営は順調？ええ、順調よ。それで今日呼んだのはちょっと話したいことがあったからなの。言いにくそうな友人にただならぬ空気を感じ、身構える私。旦那さん、この間うちの店に来たのよ。え、たかしが？友人の話を聞くと、どうやら夫は若い女性を連れて店にやってきたとか。友人は声をかけるか迷ったらしいが、変な雰囲気を感じてやめたといいます。しかし次に来た時に夫は店のスタッフに自分の彼女だと紹介し始めたというのです。店でもイチャついたりして周りの客からも煙たがられていたわ。それもあんな堂々と浮気しているなんて私許せないと思って写真を撮ったのよ。友人は何枚かの写真を見せてくれました。なるほど、それで家に帰ってこなくなったわけね。この話を聞いて、私は家族のために頑張ったり悩んだりしているのが馬鹿らしくなりました。そしてさらにしばらくしてからのこと、また友人から電話があったのです。旦那さん、あの浮気女と別れたみたいよ。昨日の夜来て酔っ払って話していたわ。情けないことに焼け酒をした上に店内で泣きわめきながら失恋した話をみんなにしていたそうで。なんてみっともないのかしら。子を持つ父親としては完全にアウトね。その次の日から夫は家にいるようになったのでした。そして今に至ります。それはちょっと気の迷いというか、なんかお前リクにつきっきりでなかなか夫婦の時間を作ることができなかっただろ。それで。夫は焦って弁解を始めたようです。しかし言い訳など聞く気はありません。それであなた、浮気相手に最近振られたんですって？友達の店で大泣きしたとか聞いたけど。そんなことまで聞いたのか。だから最近家によく帰ってきていたのね。でもあなたの居場所はもうここにもないわよ。私たち離婚しましょう。私の強い意志を感じたのでしょうか。床に手をつき深く頭を下げる夫。待ってくれ。この通りだ。離婚だけは。それにリクだって父親が必要なはずだ。考え直してくれよ。何度も考え直したわ。もしこれから家族の時間を大切にしてくれるなら、浮気のことは目をつむるつもりだった。でも今日のあなたのひどい態度で気が変わったの。本当にすまなかった。俺これから変わるから、どうか許してくれないか？夫は弱々しく私の顔を見上げました。私はそんな夫ににっこりと笑いかけると、寄生虫はあなたの方よ。もう顔も見たくないわ。後のことは弁護士を通して進めましょう。じゃあさようなら。待ってくれ、ゆかり。息子を抱き、夫に背を向けると、振り向かず家を出て行きました。1ヶ月後、無事離婚が成立しました。夫は面会権に関してかなりごねましたが、私は最後まで許しませんでした。浮気の証拠も提出したので、夫は多額の慰謝料を負うことに。もちろん別れた浮気相手にもきっちり慰謝料を請求しました。それから夫はしばらく一人であの家に暮らしていたようですが、一気にいろいろなものを失ったせいか精神を病んでしまい、家に引きこもるようになったとか、どうやらその原因の一つに浮気の噂が広まってしまったこともあったそうです。あんなに美味しい料理を作るのに料理人としての人生も終わりだなんて本当に呆れるわ。そして私たち親子はというと、その後実家にお世話になることになり、今はだいぶ生活も安定してきました。両親が協力的なのでとても助かっています。息子も来年から保育園に通うことになったので、私もしばらくしたら職場に復帰する予定。ママ、お散歩行こう。電車見たい。息子は最近電車が大好きで、すぐに散歩に出かけたがります。乗り物が好きなんてやっぱり男の子ね。そうね、じゃあ行きましょうか。靴下、自分で履けるかしら？うん、できるよ。目を輝かせ、急いで準備を始める息子。そんな息子を見ていると、自然と笑みがこぼれます。これから先、苦労もたくさんあると思いますが、息子と2人で歩んでいこうと思います。